こんばんは。こんばんは。まゆみさん、今日もまた一つよろしくお願いいたします。お願いいたします。前回の、初めて動画上げさせてもらったんですけど、もう1日で、視聴回数がもう200人超えました。そうなんですね。はい、よかったです。ありがとうございます。一応、バンされてもいいように、サードチャンネルで上げたんですけれども、視聴者さんの登録者数が少ないのにかかわらず、すごい出だしが良かったので、もう感謝しております。こちらこそ、よかったです。皆さん結構、D の S に対しては興味があるでしょうか？ありますね。やっぱり今後の動向とか、すごくみんな気にしております。そうですよね。まあ、その人たちが、やっていることですから、まあ、そこはやっぱり一番気になるところではありますよね。はい。まあ、私もそんなに勉強中なので、ものすごく詳しいということではないんですけれども、まあ、知ってる範囲内で、お伝えさせていただきます。じゃあ、早速ですけど、続きの方、ぜひ、このそうままですスターか。ト、続き、え、お願いいたします。じゃあ、ちょっとところどころ、D の S とか言い方を変えて進めてまいります。やはりこの資料は、この前、及川さんと川添恵子さんの対談で、銀座で開催されたんですね。で、その台風の日だったんですけど、夜開催だったので、もう台風一過になってまして、もうお星様も出てて、この9月19日資料を、皆様にお伝えしていきたいと思います。お願いします。はい。では、まあ、フリーの M は、まあ、メイソンですね。まあ、どういう人たちかって言いますと、まあ、全世界にロッジと呼ばれる支部を持っています。まあ、総じて、まあ、社会的地位が高い方たちばかりで構成されている、まあ、秘密結社です。で、ロッジイコールメイソンの支部と思って間違いなくて、シンボルはコンパスと定規です。有名な。はい。で、日本の東京タワーの近くにも、日本では一番大きいロッジがあります。まあ、メイソンの日本支部の一番大きいところですね。じゃあ、このメイソンはどういう、まあ、組織かと言いますと、まあ、わかりやすいところでは、ライオンズクラブとか、ロータリークラブとか、YMCA ですとか、ボーイスカウトとかもそうなんですね。で、入ってる人たちは、実際、瞑想関係って知らずに入ってる人もかなりいらっしゃるということでした。上の方は、瞑想の、まあ、幹部クラスで運営はしてるんですけれども、その会員さんたちは、まあ、全然知らずに入ってるということが、結構特徴的みたいですね。うん。で、まあ、イルイルミの下に、なるわけですよね。だから、支配しているのは上の D、アンド S っていう感じですかね。はい。で、まあ、瞑想に関しては、まあ、これぐらいしか、聞いてないんですけれども、皆さん、恵子さんが言うには、瞑想とイルミン、まあ、D と S ですよね。のことが混同されている方が多いので、ここは説明いたしますということで、説明されてました。うん。で、その上なんですね、本当に世界を動かしているのは、まあ、イルミと言われる D&S の人たちなんですけれども、まあ、完全支配層というふうにおっしゃってまして、うん、まあ、その象徴がドル札の今描かれているピラミッドですね。あの方たちの象徴はピラミッドになります。それで、うん、まあ、このイルミを作ったのは、元はメイソンのアダム・バイス・ハーブトっていう方で、ドイツの人で、もうずいぶん前なんですね、1776年くらいに、
リムを作ってるんですね。最初はメイはい。ソンだけだったんですけど、このドイツの、まあ、大金持ちの、まあ、ユダヤ系ですよね。まあ、本当のアシュケナジユダとかな、まあ、ちょっと言い方は違うかもしれないんですけど、まあ、わかりやすくユダヤって言われてる、この方が、イルミを創設して、まあ、もともとあったメイソンとイルミを結合させたというような感じ、結合することを考えたというか、メイソンではできないような、もっとこう、世界を支配するような、まだ1700と年とかですから、まだそんなインターネットもないですし、この時代からでもすでに世界を統一したいような気持ちがあったらしいんですね。すごくもう長い時間かけて、政府をずっと考えてらっしゃった方らしいですね。で、まあ、結合をさせたいということで、で、まあ、背後にいたのはやはり有名なロスチャイルド家ということです。で、この方たちは特徴的には、既成秩序と政府の廃止。要するに、国境をすごく嫌うんですよね。やっぱりいろんなところでお金を貸してきて、追い出されたりとか苦労しているので、国というのをとても嫌うし、政府を廃止させたいということをすごく掲げていて、あと、私有財産の廃止。相続廃止。それから愛国心、民族意識の根絶。全宗教の根絶。家庭道徳の廃止と児童教育の支配。そして、やっと世界政府の樹立。これをもう1700年から言ってたらしいんですけど。すごいなって、私これ聞いて。すごいなと思いまして、よほど自分たちの環境なり社会に不満があったんだと思います。国もなく、まあ、守られる、そういった環境がなかったっていうことなのかもしれませんけれども、で、私、この時に伺ったのが、恵子さんがおっしゃってたのは、日本人はこの人たちの対極にいるって言ってました。結構もう親子も仲がいいし、で、文化も大事にしますし、教育すごく大事にしますし、愛国心もありますよね。で、やっぱり日本の文化も大事にしますし、宗教も大事にしますよね。神道とも仏教、キリスト教もちゃんと大事にしますとか。で、割とそのものすごく大金持ちじゃなくても、割と皆さん心が豊かで幸せですよね、日本人ってこう、心の持ち方が結構豊かなので。マイナスのことがあっても割とプラスに捉えたりですとか。なので、日本人はその社会を恨んでね、なんかしようっていう、発想がないから、全く対極にあるので、だから余計狙われやすい、逆にっていうことでした。まあ、それが日本人のいいところでもあり、まあ、本当に島国では温室できたので、まあ、しょうがないのかなと私は聞きながら思っておりましたけれども、で、彼らがやっていることをやろうとしている、その世界政府の樹立は全く共産主義と同じことだということですね。だということです。まあ、それが、このイルミを創設したアダム・ヴァイスハープト氏が掲げた目標。だったらしいんですけれども、じゃあピラミッドの構造を、まあ、下の方から説明していきますと、メイソンの方は、まあ、割と世俗的な人間至上主義ですとか、ロータリークラブ YMCA とか、あと、下からどんどんピラミッドの上の方に行って、まあ、6番目ぐらいに共産主義ですよね。で、ここは6番目、メイソンピラミッドの下から6番目の共産主義は中国のまあ上位の共産党員も含まれる、そうです。この6番目あたりには、メイソンの一番上ぐらいですね。まあ、で、その上になると今度イルミの方になってきまして、5番目ですよね。上から行くと5番目。まあ、大東社、大きい東の社っていうフランスの共産党ですとか、で、そのもうここから上は多分
橋本さんも聞かれたことがあると思うんですけど、上から4番目あたりだと300人委員会。これは、まあ、ビルダーバーグ会議のメンバーが多いということです。この300人委員会に属している人たちは。で、昨日話したエリザベス女王は、最初はフリーメイソンのトップぐらいだったんですけれども、在位が長いので、それでいろんなことを、まあ、入身の人たちに協力したので、もしかしたら亡くなる何十年か前は、もうこの300人委員会に入っていった可能性はあるって言ってました。なるほどね。で、その上が33人評議会。そのさらに上が13人評議会。でもだんだん少なくなってくるんですけど、人が。ただ人少ないだけでものすごくやっぱり力を持ってるそうです。で、トップはもうほとんど表に出てこないけれども、まあ3とか5、6人あ、ともうか一度。トップはあまり表に出てこないんですけど、3、4人とか7、8人とか、まあまあ、10人以下ぐらいの構成席で、一番トップ最上位ですね、ピラミッド。ということでした。まゆみさん、もうあっという間にもう13分ぐらい話してしまいましたんで、じゃあ今日はとりあえず一旦ここで終了させていただきましょうか。それでまたすぐに次の動画でまた、お一願旦い切っします。て、じゃあ一旦お願い。切ります。